はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナロザ長谷川です。スターウォーズバトルフロント2マルチプレイやっていきたいと思います。今回はキャッシーク、ドロイド対なんだ、共和国の戦争ですね。さあ、ここのマップのステージ攻略を下手くそながら解説していきたいと思います。ここは大型変輸送車2台を、フェーズ1は攻撃するって感じですね。で、普通に撃ってもダメージは入らないので、こちらのイオンディスラプター、こちらがマップ内に落ちてるので、これを、大型変輸送車に向かって撃つと。ただ範囲が結構狭いので、できるだけ近づいて撃たなきゃいけない。そしてこうやってイオンディスラプター持った瞬間に敵からは位置はバレます。なので攻撃をもうもろに受けるわけですね。さあ、そしてここで、おすすめなのはヘビーですね。特に初心者の方はヘビー。なんでヘビーかっていうと、今のセントリーで攻撃すれば一瞬で敵も倒さず1000ポイントぐらい入るので、ここでポイントを貯めてヒーローなり使えたらと思います。そして私は今回イオンタレットも持ってきてますので、嘘、置いた瞬間攻撃された、勝手にどんどん輸送車攻撃してくれてます。イオンディスラプターがあの輸送車に当たった瞬間にかなり大ダメージ、プラス私はこのイオンロケットも持ってきてます。さあ、今見事に手前のコンテナにぶつかりましたけど、今狙われてんな。さあ、大型変輸送車も攻撃してくるんで気をつけましょう。さあ、今全然兵隊と戦ってないんですけれども、兵隊はだいたいね、左側そして中央から走ってきます。おっと、さあ、ここは本当にね、敵倒すよりとにかくミサイルを撃つ、そう、敵倒すのがメインじゃないから、ミサイル撃つのがメインだからね。そこは履き違えちゃダメだよ。さあ、敵がワンサがいます。一旦裏に隠れて、ちょっとヘビーだとね、ああいう遠いやつはちょっと攻撃できないから、一旦ぐるりと回って、オッケー、はい、よいしょ、 OK。 私あんまり戦うの下手くそですからね、先言っとくよ。エイムはほんとうんちだよ。さあ、そしてガンシップ、こちらのガンシップはまあ結構他の動画でももう耳がタコにタコできるぐらい言ってますけど、レーザーを発射する、まあ飛行機っていうか飛行機だな、飛行機でございます。さあ、ここで注意すべきはバトルタンクを攻撃しないこと。私今重くそバトルタンク攻撃しちゃいましたけど、なんでバトルタンク攻撃しちゃダメかっていうと、バトルタンク攻撃した瞬間に狙われちゃうんですよね。ガンシップはもうバトルタンクに攻撃されたらもう一瞬でひとたまりもないので、とにかく敵兵だけ狙う。さあ、 OK。 さあ、そしてオーバーヒートなくして、兵輸送車攻撃してもいいんだけど、あんまりねダメージ入んないから、それだったらもう敵兵をもう敵に絞って攻撃するのがいいかなと思います。さあ、運よくバトルタンク攻撃しちゃったけど倒してくれたんだね。あ、もう新たなバトルタンクが私を狙っている。さあ、私死にます、バイバイ。楽しかったです。さあ、ポイントウハウハですね。さあ、 ATRT、 こちらもじゃあたまには使ってみましょうか。そんなに私得意じゃないんだけど、 ATRT はまあ ATST のレジスタンス側、共和国側の、ビークルですね。ミサイルとかは撃てないんですけれども、まあ普通のブラスターは強い。
加えてイオンチャージ、リペア、モーションスキャンと、補助系の ATST という感じかな。イオンチャージ、こちらでビークルに対して効果的な弾に、交換することができます。交換というか強化することができます。さあ、まあ前の移動は早いけど横の移動はもう点で遅いからそこは注意だね。そして敵を引き殺すこともできるからそこもうまく使っていきましょう。さあ味方がミサイル撃ってくれたのでイオンチャージをしてから攻撃。さあ結構ダメージ入ってますね。さあ正面から、であのピカピカ光ってるのはあれです、スペシャリスト。さあ OK、 さあ一旦引きましょうか。リペアしてから引く。痛い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 。こういうね段差ほんと登れないから ATRT。 もうちょいなんかさいい具合に作れなかったのって思うけどね。絶対想定できるじゃん。さあそこら辺にいるね。ギリギリオーバーヒートしちゃった。やれるかな。あれ味方がやったのかな。ちっちゃいけどこういう赤いマークで敵がそこにいるよっていうのが分かるんでそこめがけて撃てば当たります。はーい、はい、スキャンしてから、やばい、壊れる。まあ見ての通りもろいです。じゃあ飛行機も乗りましょう。今回はじゃあいろんなの乗ろうかね。さあ使うのはボマー級のボマークラスの飛行機です。この飛行機はまあ機動力はもう点でないようなもん。ただイオン砲タレットという自動的に現在のタレットを砲撃する、攻撃力が低いが一定時間の間ターゲットの速度を減少させアビリティを使用できなくさせる。これがめちゃめちゃ強いです。もうただただ攻撃するだこのアビリティをね使った瞬間に勝手に敵に当たるので、そうなったらもう強いです。さあミサイルロックオンされて、およっ、で、はい、はい、OK。さあ飛行機は、AI もいます。人だけじゃないです。 AI はあの飛行機に名前が出ないです。飛行機に名前が出てるのは、誰かが乗ってます。さあ下にいる兵隊さんもまあ狙って、あっ、危ない。さあ攻撃していきますか。はい、OK。 もう一機確か人が乗ってるやついたよね。あ、いた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 。あれは人乗ってないか。トライ なんだっけ、インターセプター級の飛行機が確か人乗ってた気がしたんだけどな。はい、OK。 お疲れちゃんです。さあ他にもいるね。はい、敵のアビリティを使えなくしてから、はい、OK。 敵のアビリティが使えないってことはもう攻撃受けても敵は逃げない、逃げられなくなるんです。さあ飛行機のいいところはここで一気にポイントを貯められるところ。はい、ミサイル撃って、しかも AI だから結構倒しやすいからね。さあミサイル撃たれました。さあなんとか頑張って逃げましょう。回復して、あれか、いやあれじゃないな、私を攻撃してきたのはどれだ、それだ。
さあミサイル間に合うかな。ちょいと厳しいね。味方の飛行機が全然いないんで、おそらく私は撃墜される。なんとかその前に相手を倒す。かなわず。さあポイントが溜まったのでヒーローを使っていきましょう。まあヨーダ強いんですけど、ヨーダね難しいんで、やっぱ中ばっかとかが使いやすいんじゃないかなとは私は思いますね。さあもうそろそろフェーズ2になるんですが、あんまり出すぎるとね、もう撤退しろっていう時に撤退できなくなるので、そんなもう前に出なくていいと思います。そんで壊せなくても、まあ結局ね、最終的に勝てばよかろうなのだなので。あーやばい、バトルタンクいる。バトルタンクはちょっとねヘビーに任せないと。ヘビーやイオン攻撃ができる、まあ兵隊さんよね。さあここでオーバーロードして一気に決める。さあ目的地に到着されちゃいました。目的地に到着されて、フェーズ2はこの2つのジャガーノートと呼ばれるこのターボタンクを守ります。この中に、爆弾を設置する場所があって、そこを守ります。爆弾は、敵がこう来てね、こっちか、ここで四角長押ししたらもう爆弾がセットされた状態になっちゃうんで、あのよくあるずーっとそこで兵士が四角長押ししてないといけないっていうわけじゃないです。その一瞬だけ、一瞬四角を押すだけで四角を仕掛けられちゃうんでね。さあジャガーノートは2機、登るとこはこことそこと後ろと後ろ、計4つ。だいたい前2つから来るから、そんで外側だね、外側の階段から上がってくるのが多いです。さあここで辛いのはバトルタンクがこの入り口を攻撃してくると。入り口を攻撃されるとね、ちょっともう面倒なんですよ。いるだけで単にダメージ食らっちゃうから。かといって倒しに行こうにも自分がターゲットされて死んじゃう。さあダース・ベイダー来た。ダース・ベイダーはチョークと呼ばれる、まあフォースを使って身動き取れないまま首を絞める攻撃をしてくるので、ここ登ってきたのを、ほいチャージスラム、オッケー。さあ中で守ろう。さあ入ってきたらこの L1 のショックグレネードでもうビクビクしてもう痙攣してるところをオーバーロードして一気に叩き込む。中爆下がダース・ベイダーに勝つにはそれしかない。さあダース・ベイダーどっか行きましたね。やっぱり中爆下は怖いと思ったのかな。はいターボタンク。さあ敵兵士、おそらくスペシャリストかなと思ったけど違ったな。あいつをやりたいけど、当たらない。厳しいな、一旦中入んないとお前死ぬ。たほんとタンクは強いよね。さあこっちの味方は今中に2人しかいないのか、厳しいな。さあこっちから上がってくるかな。OK、 ほい OK、 もったいない、あんなやつに使っちゃった。川、さあ逆光で見えないからね、ここはほんと注意ですよ。ほいショックグレネードを投げる。ほい OK、 よし
さあ、ウーキの戦士の方が強いでおなじみ、中ばっかで頑張ります。正直ウーキの戦士の方が強いです。おい、ウーキの戦士だったらこれ回復するからね。さあ、爆弾仕掛けられちゃいました。残念ですね。さあ、こうなったら あそこに行って解除しなきゃいけないんですけれども、ね、中にはね、ダースベイダーがいるんですよ。ダースベイダーがいるとさすがにね、この兵卒の私ではちょっとどうしようもできないんですよ。なんであいつこんな突っ込んできてるの。さあ、そしてこのいまいましいバトルタンクは私がやりましょう。さあ、ダメージ食らったから隠れて逃げたね。ただ私のイオンタレットが壊されちゃったから、こっちも迂闊に手を出せない。さあ、OK、 イオンタレットここ置いとくといいですね。ここもまんべんなくいろんなとこ攻撃できるんで。バトルタンクもね、結構積極的に攻撃してくれるんで、あそこがおすすめ。さあ、逆側のバトルタンク、バトルタンクじゃねえ、ジャガーノートに注目してるとこっちにも爆弾仕掛けられちゃうんで、気をつけて両方をまんべんなく見ましょう。さあ、そこ中央に置く4タレットも強いんだけど、さっき左にいたあのバトルタンクが邪魔ですよね。嘘やーん。こういう攻撃は味方に当たって跳ね返ったり、その場で爆発しちゃったりするんで、射線気をつけましょう。私もよくね、射線入って邪魔してしまうことがあるんで、そこは注意ですね。さあ、左はもう取られてしまったので、右を守りに行きましょう。あのバトルタンクはおそらくあそこから動かないと思うんで、あそこでずっとポイント貯めたいと思うんで、貯めたがりさんだと思うから、ほい。さあ、 OK。 右側から行こうかな。さあ、ボスクですね。ボスクは遠距離ヒーローなので、まあ、グレネードを撒き散らしたり、普通にブラスターで攻撃してきたり、毒ガス撒いたりする、ほんと厄介な人です。早めに倒したいところだけれども、倒そうとすると逃げるし、結構厳しいですよね。だからライトセーバー持ちのヒーローとかが思いっきし近距離攻撃仕掛けて倒したりするのが基地。あれ、これカイロレンが止めてんの、フォースの覚醒の時みたいに。さ、ジャガノート爆破されるぞ。ジャガノートはギリギリで爆破させられそうです。あと6人倒せばこっちの勝ちなんだけど、今ここで6人倒してもあそこの爆弾がまだ生きてる限り試合は終わりません。オーバータイムとして終わらないです。ただもう解除しちゃったからおそらく終わるかな。おー、いい試合。私的にはここで一旦爆発してもらって、最終フェーズの解説もしたいところだけれども、そんなことやったら先般なので、今の爆弾の位置悪かったな。さあ、ボスが私がやろう。嘘。はい、来ました、オーバータイム。よし、やってる。このオーバータイムに時間制限はないので、まあ、今回の場合は爆弾だから、あれがマックスになったら爆発して終わりだけど、あの防衛戦とかね、制圧戦、拠点制圧戦の時は、オーバータイムになった時はもう制圧されるまで終わりません。制圧されるか、敵が全員、おだぶつになるか。なので、本当にオーバータイムになってから15分とか、そういうのが全然ありえますから。クレイトとかよりはよくありますね。さ、
もうあそこから敵出てくると思うんで、あそこら辺撃っとくと、まあ、倒せたりしますね。さあ最終フェーズです。最終フェーズは2つの燃料パイプを守ります。まあ本当さっきと同じだね。ジャガーノートを守るのと一緒で、ここに爆弾を仕掛けられないようにします。ここは本当見張らもう壁とかなく、もうすぐ直で来られるんで気をつけましょう。ここもだいたいヒーローが突撃してって、後衛がそれを守ってっていう感じで取られますね。怖いのはダースモールとかかな。私がね、私が怖いのはダースモールとかカイロレーンとか。はい、オッケー。あー、タレット置いときゃよかったな。さタレット置いて帰る。さあじゃあ久々のジェットトルーパー使いましょうか。さあジェットトルーパーはまあその名の通りジェットパックを積んだスペシャルユニットですね。機動力が高くて、まあ爆弾の解除とか設置に向いてますね。バーって飛んで敵の裏をかいて爆弾設置して飛んで帰るみたいな、ね、そしてロケット持ってますんで、まあ一発しかないけどロケットで大ダメージを与えることもできる。プラスブラスターもまあまあ強いです。まあ連射は低いけど、ヒーローと出会った場合はもう本当に全然話にならないぐらいで弱いです。ほい、しかも皇帝か。皇帝はあのライトニングのリーチがめちゃめちゃ長いんで、もう近づいた瞬間に死んでるみたいなことがよくあります。ほい、勝った。はい、正直私ロケットトルーパー弱いと思ってます。 HP が低いんでね、やっぱそれだったらウーキーの戦士とかエンフォーサータイプの、バトルドロイドとかね、そういうの使った方がいいんじゃないかなと思います。さあバトルタンクここにも入ってこれちゃうんで、バトルタンクが入ってこれないようにタレット置いときましょう。そして結構遠くに置いとくとね、あのバトルタンク見えないんですよ。な、的がちっちゃいから。なのでできるだけ本当端っこに置いといたり遠くに置いといたといいですね。まあ、自分がバトルタンク使ったりしてみて何されたら嫌だなと思うかを結構考えるといいですね。やめてほしい。私が嫌なのは攻撃されることです。そんでここの守り方なんですけど、守り方はまあ端っこからまああの防衛地点に行って守るっていう感じかな。まあ中央来たら確実にねバトルタンクの餌食になるんで、今回はちょっと私はこのタレットを置いたりしてちょっとあのバトルタンク結構ね倒せるパワーを持ってるんで積極的に壊しに行きたいけど。さあヒーローが爆弾仕掛けに来てるね。さあできるだけ近づかないようにして、ただこうヘビーとかの集中砲火にはダースモール弱いからなんとかそこは。さあタレット抜いて、まずいな、厳しい。ちょっとウーキーの戦士で HP 高いから解除に向いてますとか、あとスペシャリストの、あのシールド貼りながら解除に向かうとか。そしてオーバータイムですけど、こっちが爆発した瞬間に向こうが仕掛けられてないともう敵はそこでゲームオーバーです。もう残機がないから。あそこが爆発した時点、あ、燃料パイプの爆弾を解除した、勝ちましたね。お、すごい、
なんとミラクル、逆側仕掛けられた。そう、オーバータイムで制圧地点が2つある場合は両方同時に、制圧しないとクリアできないですからね。そこ注意ですよ。さあサーマル投げて OK。 さあオーバーロードして、おい、よいしょ、 OK。 さあこっちは片付けたから解除してくれ。さあ解除しましたね。もう何なんだ、奇跡か、終わらせた、終わらせない気か。さあこれで OK かな。 OK だね。さあということで勝利。まあキャッシークの防衛戦はこんな感じでございます。ガラクタどもを敗走した我々の勝利だ。まあ本当初心者のおすすめはヘビーですかね。まああとなんだろう、オフィサーなんかもいいかなと思いますね。ということで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。